さあ始まりました、東京ホテイソンのオフィシャルチャンネル。よろしくお願いします。ヘイシリ、おけつって知ってる？わかりません。だけど私は悪いおけつの神様です。おい、シリシリ知りませんけど、シリマジンか。おい、シリが、シリは知らないけど、シリマジンなら知ってるっていう、シリシリ知りませんけど、シリマジンか、お前。え？だから、シリが、おシリは知らないけど、シリマジンは知ってますってことの、シリシリ知りませんけど、シリマジンか。なんだそれ。で、何すんの？はい、今回はですね、ショーゴの演技力を確かめてみようです。さあ、こちら、前回やりました。やりましたっけ？あら、もう入ってますね、入る、はい、もう入る。やりましたけれども、前回は、ショーゴがちょっと演技が下手すぎるってことで、はいはいはい、ちょっとショーゴの演技力をちょっとチェックして直そうじゃないかっていう企画をやったんですが、うん、この間、はい、本当にあった怖い話、事故物件芸人3っていう映画に出させていただいた時に、コメントでショーゴの演技が上手くなってるというお声をいただきました。聞いてます？あ、聞いてる、続けて。入ってますね。入ってます。入ってる時なんか俺ただ詰め込んでるやつかと思いました。いや、もうあのね、演技って上達するもの、うん、あ、でも本当にマジで上手くなってるってコメントがいっぱいありまして、うん、じゃあちょっと違う演技もいけるんじゃないかと。だから前回はちょっとたけるの友達役、まあ、友達ではないんだけども距離が近かったから、まあ、普段の感じでやれたっていうのもあるけども、うん、まあでもあそこで得たものを全てが力になって、うん、まあ、俳優のキャリアを歩もうかなと思ってる次第です。ああ、本当ですか。うん、NG 出た時にあなた言われた一言覚えてます？何でしょう。あ、カメラ見ないでくださいって言われたの覚えてません？ありませんよ、俳優さんでカメラ見るって。じゃあいけるということで、はい、じゃあ今回3シチュエーション用意しました。まず1つ目、はい、何ですか？恋愛映画です。おお、もうこれはもう王道です。恋愛映画でプロポーズをするときですね、うん、一生大事にする、一生守ってみせる、だから結婚しよう。あ、ベタですね。そう、もうこのシチュエーションベタすぎていい？できちゃう？あ、全然いいです。あ、はい、わかりました。じゃあでは、はい、早速やっていきましょう。あの、イメージできました。はい、セカチュウ。あー、セカチュウ。セカチュウ路線で行ったら多分いけると思うわ。なるほど、はい、OK、行きましょう。ちょっと待ってください。え、ちょっと待ってください。なんで脱いでんだ？え、ゴルチュウでしょ。なんでゴルのジムの中心で叫ぶ？叫ぶなよ、そんなところで。ゴルチューじゃなかった？叫んだとしたら、って言ってるだけだろ。ふったー、違うって、違う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 って。補助お願いします、補助お願いします、じゃねえよ。一人でできねえから補助お願いしますって叫んでるやつじゃない。補助中じゃない。違う、土屋補助。土屋補助って何？土屋補助は、土屋さんっていう方の補助じゃねえ。土屋補助、補助でしょ。違うって。副社金蒼太。違うって、なんだそいつ。副社金蒼太と、土屋補助の映画じゃなかったっけ？違うって。福士蒼太と土屋パオ。ああ、そうそうそう。あと、ジジイみたいなパンツの履き方してんだ。そこまでパンツ上げるのジジイだけだぞ。今日冷え込むから。いや、だからジジイだって。冷え込むからさ。パンツはもう入れないと。ダメでしたね。ズボンより、パンツってのはズボンの下に入れないと。ダメ、腹。ここまで上げちゃダメだよ。ダメ、腹だよ。本当に。あ、そうだ、服は着てていいのか。当たり前だろ。そうだ、ゴルチューだと思ってたから。ゴルチューじゃないって。ふざけんの良くないから、マジで。こっちのセリフ。うん。みちこ、一生大事にする。ちょっと待って、え、何そんな息切れしてんの？ゴルチューじゃん。いやいや、それは、いや、今上手いのセカチューだよ。いやいや、あと俺入ってくるのもおかしいと思うから。あ、そっか。だからこのセリフだけじゃなくてもいいから。なるほどね。いや、この夜景を何回も見たいな、お前と。ちょっと待って、なんでこの夜景を何回も。いや、マジでそれ突っ込めたいから。いやいや、違う違う、寒いって。違う、おかしいだよ。いや、何回もお前と見たいな。韓流スターがちょっと入ってたから。韓流スターが日本に来て日本語初めてやる演技の感じがしたから。いや、ちゃんどんこんじゃないから俺。一回喋って、じゃあそのセリフでいいから。この景色を、うん、
お前と何回も見たいな。だから、みたいな、なんか、その、チャン・ドンペンが初めて日本の映画で日本語の演技をするって時の、みたいな、だから。この夜景を、何回も見たいな。みちこ、一生大事にする。一生守ってみせる。だから、結婚しよう。ちょっと待って、何カット、カットカットカット、蛇が動物殺す時の目してたよ。ね、だから結婚しよう。ちょっとこれダメだわ。ちょっと恋愛もね、俺正直恋愛をねしてきてないかもしれない。じゃあ2つ目いくよ。時代劇、うん、時代劇で目の前にいる仲間が捕らえられて、うん、こう相手に言うセリフ、うん、貴様らよくもやってくれたな、生きては返さんぞ。あ、もうこれは大丈夫。行く行く、ね、時間が欲しい、時間が欲しい、こっちのセリフだ。時間が欲しいのは、時間が欲しい、こっちのセリフだから。パパどっち、なんでこの手、おい、ダメだ、三浦大知じゃねえか。酔っ払った三浦大知じゃねえか。もう酔っ払ったダンスができない。ジョニーデップの演技、ジャックスパロウの演技。じゃあもう服装の合間って酔っ払った三浦大知だって。カット。いや、もうさ、本当にさ、いや、マジで、その実に聞こえたいんだったら、もう、よそ行け。カット。いや、舞台出てこい、今から、バシオス行ってこい、バシオス行ってこい、バシ行ってこい。80センチのうんこみたいなやつだって。道見、バタに、80センチ、あれはなんだ、あれはなんだ、80センチのうんこだ、みたいなやつの絵みたいな。80センチのうんこ見ちゃダメだって。もうこれ。あ、確かに。カンナごめんね、カンナごめん。橋本カンナいないわ。貴様ら、よくもやってくれよったな。生きて帰さぬぞー。カット。何生きて帰さぬぞーって、何時代劇の感じ。講談の最後の返さぬぞー、生きて返さぬぞー。あ、そう、そういう感じ、そういう感じ。よくもやってくれたな、生きて返さぬぞ。あと、いや、ルローニケンシンであったけど、こういう足だけのこのさばきのシーンあったよ。あったじゃん。いや、ちょっと見てらんなかったわ。何これも。激しい竹の中抜きだったの。一人で。いや、かゆくないね。じゃあラスト、うん、ラストも驚き。あ、もう驚きはもう。ホラー映画。だってホラー映画出たもん、私。てかもう俺がやった演技、ほぼ。お化けから逃げ切ったと思って、うん、上見たらお化けがいて、うん、キャーっていうし。あ、もう、お箱18番。いける、はい、もう顔とキャーの最後の一言だけ。はい、OK です。久しぶりに痛いよみたいなやつだから。
ちょっと待って、なんかこんだけさ、狭い空間でさ、右左見るやつ言う下とか上が分かる。そういう演技があるじゃんか。バイオハザード、バイオハザードみたいに。ミラジョービッチしたいじゃんか。サッカーしてるじゃん、それは。ブランチ、うん、ここで別に右だよ、右ですよね。ミラジョボッチ言えないね。なんだミラジョボッチデータボッチとミラジョビッチが一緒になったんですよ。ちゃんとカット、なんでしたか。危ないなんかそれが本当になんかマラソン終わりなんだって。ここでこうやって階段なしよっか。ここだけうわーっと来ました。動きがあるともう全然だね。ちょっと練習しないと。そうだね、脇役だったらまだいける。お仕事来ないよ本当に、うん、そうだね。ということで今後とも翔吾の演技を皆さんよろしくお願いします。チャンネル登録よろしくね。おいビブラート侍か。